瓶詰め地獄。夢の旧作。背景。自家ますますご精鋭。景てまつり候楼。登れば、かねてよりご通達の、潮流研究用とおぼしき、赤風楼付きのビール瓶。習得次第、届け継げ、つかまつるよう。島民一般に、申し渡しを寄騒ところ。このほど、 本島南岸に別小包みのごとき樹脂風浪付きのビール瓶が三個漂着いたしおるを発見届け入れ申し候。右はいずれも約半里、ないし一里余りを隔てたる箇所にあるいは砂に埋もれまたは岩の隙間に固く挟まれ降りたるものにてよほど以前に 漂着いたしたるものらしく、中身もご工事のごとき、完成はがきとは相見えず、雑記帳の破片用のものらしく、騒涡ため、ご加盟のごとき、漂着の事実等の記入は不可能と存ぜられ騒涡。しかれども、なお何かのご参考と存じ、参考とも、風韻のまま、尊費にて、ご送付。 申し上げ候間、をあ何とぞ、ご楽衆、愛願いたく。この段、木を得騒浪。警具。合皮。バツバツと村役場。海洋研究所、温中。第一の瓶の内容。あ、はあ、この離れ島に、救いの船が、とうとう来ました。 大きな二本の煙突の船からボートが二層荒波の上に降ろされました。船の上からそれを見送っている人々の中に混じって私たちのお父様やお母様と思われる懐かしいお姿が見えます。そうして私たちの方に向かって白いハンカチを振ってくださるのが ここからよくわかります。お父様やお母様たちはきっと私たちが一番初めに出したビール瓶の手紙をご覧になって助けに来てくだすったに違いありません。大きな船から真っ白い煙が出て今助けに行くぞ。というように高い高い敵の音が聞こえてきました。その音が この小さな島の中の鳥や虫を一時に飛び立たせて遠い和田中に消えていきました。けれどもそれは私たち二人にとって最後の審判の日のラッパよりも恐ろしい響きでございました。私たちの前で天と地が裂けて神様のお目の光と地獄の炎が一時にひらめき出たように思われました。 手が震えて心が慌てて書か,かれませぬ。涙で目が見えなくなります。私たち二人は今からあの大きな船の真正面にある高い崖の上に登ってお父様やお母様や救いに来てくださる水夫さんたちによく見えるようにしっかりと抱き合ったまま 深い淵の中に身を投げて死にます。そうしたらいつもあそこに泳いでいるフカが間もなく私たちを食べてしまってくれるでしょう。そうして後にはこの手紙を詰めたビール瓶が一本浮いているのをボートに乗っている人々が見つけて拾い上げてくださるでしょう。あ、<laughs> お父様、お母様、 すみません。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 私たちは初めからあなた方の愛し子でなかったと思って諦めてくださいませ。また、せっかく遠いふるさとから私たち二人をわざわざ助けに来てくださった皆様のご親切に対しても、こんなことをする私たち二人は、 本当に本当にすみません。どうぞどうぞお許しください。そうしてお父様とお母様に抱かれて人間の世界へ帰る喜びの時が来ると同時に死んでいかねばならぬ。不幸せな私たちの運命をお憐われみくださいませ。私たちはこうして私たちの肉体と 魂を罰せねば、犯した罪の償いができないのです。この離れ島の中で、私たち二人が犯した、それはそれは恐ろしい、横島の報いなのです。どうぞ、これより上に懺悔することを、お許しください。私たち二人は、不可の餌食になる値打ちしかない。 知れのだったのですから。ああ、さようなら。神様からも人間からも救われえぬ。悲しき二人より。お父様、お母様、皆々様。第二の瓶の内容。ああ。 隠れたるに、見たもう神様よ。この苦しみから救われる道は、私が死ぬより他に、どうしてもないのでございましょうか。私たちが神様の足台と呼んでいる、あの高い崖の上に、私がたった一人で登って、いつも二三匹の負荷が遊び泳いでいる、あの底なしの淵の中を、 覗いてみたことは今までに何度あったかわかりませぬ。そこから今にも身を投げようと思ったことも幾度であったか知りませぬ。けれどもそのたんびにあの哀れなあやこのことを思い出しては魂を滅ぼす深いため息をしいしー岩の角を降りてくるのでした。私が死にましたならば 後からきっと、あや子も身を投げるであろうことが分かりきっているからでした。私とあや子の二人が、あのボートの上で、付き添いのバーヤ夫妻や、船長さんや、運転手さんたちを、波にさらわれたまま、この小さな離れ島に流れ着いてから、もう何年になりましょうか。 この島は年中夏のようで、クリスマスもお正月もよくわかりませんが、もう十年ぐらい経っているように思います。その時に私たちが持っていたものは、一本の鉛筆とナイフと一冊のノートブックと一個の虫眼鏡と、水を入れた三本のビール瓶と、 小さなバイブルが一冊と、それだけでした。けれども、私たちは幸せでした。この小さな緑色に茂り栄えた島の中には、稀にいる大きなアリの他に、私たちを悩ます鳥、獣、羽うものは一匹もいませんでした。そうしてその時、 11歳であった私と、7つになったばかりのあやこと、二人のために余るほどの豊かな食べ物が満ち満ちておりました。休館長だの、オウムだの、絵でしか見たことのない極楽鳥だの、見たことも聞いたこともない華やかな蝶だのがおりました。美味しいヤシの実だの、パイナップルだの、バナナだの、 赤と紫の大きな花だの、香りのいい草だの、または大きい小さい鳥の卵だのが一年中どこかにありました。鳥や魚などは棒切れで叩くと何ほどでも取れました。私たちはそんなものを集めてくると虫眼鏡で天日を枯れ草に取って流れ木に燃えしつけて 焼いて食べました。そのうちに、島の東にある岬と岩の間から、きれいな泉が潮の引いた時だけ湧いているのを見つけましたから、その近くの砂浜の岩の間に壊れたボートで小屋を作って、柔らかい枯れ草を集めて、あや子と二人で寝られるようにしました。それから小屋のすぐ横の岩の横腹を、 ボートの古釘で四角に掘って小さなくら見たようなものを作りました。しまいには上着も下着も雨や風や岩角に破られてしまって二人とも本当の野蛮人のように裸になってしまいましたがそれでも朝と晩にはきっと二人であの神様の足台の崖に登ってバイブルを読んでお父様や お母様のためにお祈りをしました。私たちはそれからお父様とお母様にお手紙を書いて大切なビール瓶の中の一本に入れてしっかりとヤニで封じて二人で何遍も何遍も口づけをしてから海の中に投げ込みました。そのビール瓶はこの島の周りをめぐる牛尾の流れに連れられて ずんずんとわだなか遠く出て行って、二度とこの島に帰ってきませんでした。私たちはそれから誰かが助けに来てくださる、目印になるように、神様の足台の一番高いところへ長い棒切れを立てて、いつも何かしら青い木の葉を吊るしておくようにしました。私たちは時々、 いさかいをしました。けれどもすぐに仲直りをして学校ごっこや何かをするのでした。私はよくあや子を生徒にしてバイブルの言葉や字の書き方を教えてやりました。そうして二人ともバイブルを神様ともお父様ともお母様とも先生とも思って 虫眼鏡やビール瓶よりもずっと大切にして岩の穴の一番高い棚の上にあげておきました。私たちは本当に幸せで安らかでした。この島は天国のようでした。かような離れ島の中のたった二人きりの幸せの中に 恐ろしい悪魔が忍び込んで来ようと、どうして思われましょう。けれどもそれは本当に忍び込んできたに違いないのでした。それはいつからともわかりませんが、月日の経つのにつれて、綾子の肉体が奇跡のように美しく、艶やかに育っていくのが、ありありと私の目に見えてきました。 ある時は花の生のように眩しく、またある時は悪魔のように悩ましく。そうして私はそれを見ていると、なぜかわからずに思いが暗く悲しくなってくるのでした。お兄様と、あや子が叫びながら、何の穢れもない目を輝かして、私の肩へ飛びついてくるたんびに、 私の胸が今までとはまるで違った気持ちでワクワクするのがわかってきました。そうしてその一度一度ごとに私の心は滅びの悩みに渡されるかのように恐れ震えるのでした。けれどもそのうちにあや子の方もいつとなく様子が変わってきました。やはり私と同じように 今までとはまるで違った。もっともっと懐かしい涙に潤んだ目で私を見るようになりました。そうしてそれにつれてなんとなく私の体に触るのが恥ずかしいような悲しいような気持ちがするらしく見えてきました。二人はちっともいさかいをしなくなりました。その代わり、 なんとなく、憂い顔をして、時々そっと、ため息をするようになりました。それは二人きりで、この離れ島にいるのが、なんとも言いようのないくらい、悩ましく、嬉しく、寂しくなってきたからでした。そればかりでなく、お互いに顔を見合っているうちに、目の前がみるみる影のように暗くなってきます。 そうして、神様のお示しか、悪魔のからかいかわからないままに、ドキン、と、胸がとどろくと一緒に、はっと我に帰るようなことが、一日のうち、何度となくあるようになりました。二人は互いに、こうした二人の心を、はっきりと知り合っていながら、神様の戒めを恐れて、口に出しえずにいるのでした。 もし、そんなことをしでかした後で、救いの船が来たら、どうしよう。という、心配に打たれていることが、何にも言わないまんまに、二人同士の心によくわかっているのでした。けれども、ある静かに晴れ渡った午後のこと、海亀の卵を焼いて食べた後で、二人が砂原に足を投げ出して、 遥かの海の上を滑っていく白い雲を見つめているうちに、あや子はふいとこんなことを言い出しました。ねえ、お兄様。あたしたち二人のうち一人が、もし病気になって死んだら、あとはどうしたらいいでしょうね。そういううち、あや子は顔を真っ赤にして、うつむきまして。 涙をほろほろと焼け砂の上に落としながら何とも言えない悲しい笑い顔をして見せました。その時に私がどんな顔をしたか私は知りませぬ。ただ死ぬほど息苦しくなって張り裂けるほど胸がとどろいて推しのように何の返事もしえないまま立ち上がりますとそろそろと あやこから離れていきました。そうしてあの神様の足台の上に来て、頭をかきむしり、かきむしり、ひれふしました。あ、はあ、天にまします神様よ。あやこは、何も知りませぬ。ですから、あんなことを私に言ったのです。どうぞ、あの娘を、罰しないでください。 そうして、いつまでもいつまでも、清らかにお守りくださいませ。そうして私も。ああ、けれども、けれども。ああ、神様よ。私はどうしたらいいのでしょう。どうしたらこの悩みから救われるのでしょう。私が生きておりますのは、 あや子のために、この上もない罪です。けれども私が死にましたならば、なおさら深い悲しみと苦しみを、あや子に与えることになります、はあ。どうしたらいいでしょう、私は。お神様よ。私の髪の毛は砂にまみれ、私の腹は岩に押し付けられております。 もし私の死にたいお願いが、見心に叶いましたならば、ただいますぐに、私の命を、燃ゆる稲妻に、お渡しくださいませ。あ、はあ、隠れたるに見たもう神様よ。どうぞどうぞ、皆をあがめさせたまえ。見印を地上に表したまえ。 けれども神様は何のお示しもなさいませんでした。藍色の空には白く光る雲が糸のように流れているばかり。崖の下には真っ青く真っ白く渦巻きどよめく波の間を遊び戯れている深の尻尾やひれが時々ひらひらと見えているだけです。 その青ずんだ底なしの淵を、いつまでもいつまでも見つめているうちに、私の目はいつとなくぐるぐるとくるめき始めました。思わずよろよろとよろめいて、漂いくだくる波の泡の中に落ち込みそうになりましたが、やっとの思いで崖の端に踏みとどまりました。と、 思う間もなく、私は崖の上の一番高いところまで一飛びに引き返しました。その絶頂に立っておりました棒切れと、その先に結びつけてある矢シの枯れ葉を一思いに引き倒して、目の下遥かの淵に投げ込んでしまいました。もう大丈夫だ。こうしておけば救いの船が来ても通り過ぎていくだろう。 こう考えて何かしらゲラゲラとあざけり笑いながら狼のように崖を駆け下りて小屋の中へ駆け込みますと紙片のところを開いてあったバイブルを取り上げてウミガメの卵を焼いた火の残りの上に乗せ上から枯れ草を投げかけて炎を吹き立てましたそうして声のある限りあやこの名を呼びながら 砂浜の方へ駆け出して、そこいらを見回しました。が、見ると、あや子は、はるかに海の中に突き出ている岬の大岩の上にひざまずいて、大空を仰ぎながらお祈りをしているようです。私は、二足、三足、後ろへ、よろめきました。荒波に取り巻かれた、 紫色の大岩の上に夕日を受けて地のように輝いている乙女の背中の神々しさ。ずんずんと牛ろが高まってきて膝の下の階層を洗い漂わしているのも心つかずに黄金色の滝波を浴びながら一心に祈っている。その姿の気高さ、眩しさ。 私は体を石のようにこわばらせながら、しばらくの間、ぼんやりと目を見張っておりました。けれどもそのうちにふいっと、そうしているあやこの決心がわかりますと、私ははっとして飛び上がりました。夢中になって駆け出して、貝殻ばかりの岩の上を傷だらけになって滑りながら、 三崎の大岩の上に這い上がりました。気違えのように荒れ狂い泣き叫ぶあや子を両腕にしっかりと抱きかかえて体中血だらけになってやっとの思いで小屋のところへ帰ってきました。けれども私たちの小屋はもうそこにはありませんでした。バイブルや枯れ草と一緒に白い煙となって 青空のはるか向こうに消えうせてしまっているのでした。それから後の私たち二人は体も魂も本当の暗闇に追い出されて、夜となく、昼となく、悲しみ、はがみしなければならなくなりました。そうしてお互い愛抱き、慰め、励まし、祈り、 悲しみ合うことは愚か、同じところに寝ることさえもできない気持ちになってしまっていたのでした。それは大方、私がバイブルを焼いた罰なのでしょう。夜になると、星の光や波の音や虫の声や風の外れや木の実の落ちる音が一つ一つにバイブルの音を囁ささきながら、 私たち二人を取り巻いて、一歩一歩と近づいてくるように思われるのでした。そうして身動き一つできず、まどろむこともできないままに、離れ離れになってもだえている私たち二人の心を、うかがいに来るかのように、物恐ろしいのでした。こうして、長い長い夜が明けますと、今度は同じように、 長い長い昼が来ます。そうすると、この島の中に照る太陽も、歌うオウムも、舞う極楽鳥も、玉虫も、ガも、ヤシも、パイナップルも、花の色も、草の香りも、海も、雲も、風も、虹も、みんなあやの眩しい姿や、息苦しい肌のかと、ごっちゃになって、 ぐる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 と渦巻き輝きながら四方八方から私を包み殺そうとして襲いかかってくるように思われるのです。その中から私と同じ苦しみに囚われているあやこの悩ましい目が神様のような悲しみと悪魔のような微笑みとを別々に込めていつまでもいつまでも 私をじっと見つめているのです。鉛筆がなくなりかけていますから、もうあまり長く書かれません。私はこれだけの悩みと苦しみにあいながら、なおも神様の戒めを恐れている私たちの真心を、この瓶に封じ込めて、海に投げ込もうと思っているのです。明日にも、 悪魔のいざないに負けるようなことがありませぬうちに。せめて二人の体だけでも清らかでおりますうちに。ああ、神様。私たち二人はこんな苦しみに遭いながら病気一つせずに、日に増し丸々と太って、健やかに美しく育っていくのです。 この島の清らかな風と水と豊かな風と美しい楽しい花と島とに守られて。何という恐ろしいせめくでしょう。この美しい楽しい島はもうすっかり地獄です。神様、神様、あなたはなぜ 私たち二人を一思いに殺してくださらないのですか太郎、シルス。第三の瓶の内容。お父様、お母様、僕たち兄弟は仲良く達者に、この島に暮らしています。早く助けに。 来てください。川川太郎、市川綾子ご視聴ありがとうございました。朗読はリズのりえでした。チャンネル登録よろしくお願いします。